はい、どうも皆さんこんにちは、もち TV です。ということで今回もウィニングルーム2000のアプリやっていきたいと思います。ということで今回は、ガチャですね。はい、このエージェントがなんと250マイクラブコインところ100マイクラブコインで引けるということで、これいつまでなんだっけ期間。これですね多分。はい、エージェント100、3日間だ。だから今日動画あげるからあと2日、17日だから今日が、そうだね。まあまあまあ短い期間で100、これがね100になってると硬い気するんだよね、逆に。まあちょっと引いていきましょう。であと一応この世界累計2000万ダウンロード突破記念、はい、リバプール SC ももらったんで、まあこれ最初に引いてから行こうか。そうだね、景気づけに。でもリバプール金しかいなかったよ確か。そうだね、クロー選手いないもんね。これですな、リバプール FC。 はい、さあまあ高チームだな、狙いは。まあ大当たりね。うん、おーおーおおおお、これはどうやさ。あー、ロベルト・フェルミノ。まあそうだね、 ST ロベルト・フェルミノか。ドリブル82、結構いい選手だよね。どこできんだろう。まあいいや、フィルミノちゃんか。はい、というか今回はですねフォワードのガチャをエージェントでは。そうだね、まあエージェントだったらまあやるのは全部絞った方がいいのかな一応。そうだね、うん、フォワードでまあ黒が出るまで、まあ黒出たら GK にしようかな。なるほど、はい。100マイクラブコインということでまず1回目ね。10回ずついきましょう。とりあえず15回ずついいんじゃない。あ、そうだね、30円やから。さあ銀、まあ銀やな。まあ銀が多くなるだろうね。ロビー銀未所属。うわ、レジェンド来たんや。うん、ロイーキーもいるよね。ロビーキーじゃなくて、ロイーキーもいる。100マイクラブコインはありがてえな。だからなその分硬くなってる気すんの俺だけ。それは言える。来い。あ、あー銀ね。はい、ブリール・エンボロ聞いたことあるの。まあ、こういうなんか銀の選手でも、まあ、結構使える。そう、特徴がある選手がいるから銀って。結構足が速かったりとか身長が大きいとか球扱いがうまいとか、どっちかに能力が触れられてるからね。ああ、黒の近くで。さあステロ、サンチェス・ソテロ。あ、ソテロか。いやー、後編ね、なかなか硬いよ。まあ、そりゃそうでしょ。この辺で来たいね。まあ金もやっぱなかなか難しい。やっぱスペシャルの方がまだいいのかな。ほい、こい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 。ああ、そうなんです。勝てー。ボープ、勝てー。硬いんだよ、罠なんだよ罠。今のところ全部金だよね、 4体。そう、おいおいおい。5回目。そんなもんだけどね、確率的に見れば。まあまあまあそうなんだよね。あー、こんな黒の近くで。いやー、そんな黒の近くで押すやん。5回ずつ、10回ずつにして最後の10回また5回ずつ分けようか。あ、なるほど、そっちの面白いね。6回目いきます。まあフォワードだったらね、ちなみに狙いはね、やっぱオバメやん。オバメ来たらすごいよね。うん、オバメ押し、オバメ、オバメ。うわー、あー、まあ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 銀だね。ジェルモン、ジェルモン。さあ、溜めてる状態か、これが6回目ですな。次7回目。いやぶっちゃけ黒の方は誰でもいいや。いや、誰でも、うん、あれはガオタンだっけ、誰、カジホン。カジホン来い。うわー、7連続銀、こんなことあります。まあでもあるよ、確率的には全然あることで。やっぱあのガチャに戻りて。あれは運が良かったよね、俺たち相当。だって俺が引いた時すげえ銀だったし。まあそうだね、最後ね。うん、全然そういうのもあるよ。タイミ、来い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 。ここで、いやー、銀の波だね。銀の波すごいね。はい、エドゥアルド。8回目ね。あと2回。2回で交代か。いやー。さあ。まあ金だったらコーチーノでもいいんだけどね。左、ああ、ないね。でも近づいてきてない、ちょっと。どうなんだろう、匂い立ってきてるか。黒の球が左にずれることはないのかね。戻るってことはちょっとあんま見たことないけどね、あるのかもしんない。そうだよね。
ラストいきます。とりあえずラスト。うわー、10玉連続銀だよこれ。まあでも10玉って1000円分でしょ。うん、はい、どうぞ。さあ、ブラックさんが来てますね。いきます。15回多分ね、あのこの前 GP ダメした、うん、やり方をすれば15万 GP ぐらいいくから、で15回でやっぱ1個ぐらい消えほしいよね、うん、っていうのがある。来てよ、いや来いよ。いきます。うわー、見る、ここが、いやー、記録更新、なかなか11連続金銀あるね。それもあるよ。頼むぜ。勝てる、100円にしたのに勝てず。さあ、ギューって獲得したね。どういうことなの。あーあーうわー、うわー、なんとも言えねえ。もらえす、気合見せて、気合。南米のスカート見せてくれてるよ。サンチェスは連れてきてよ。サンチェスなー、サンタナなんだろ今日ね。あんま調子悪いのかもしれない、サンタナが。うん、腹痛いです。払いたいから連れてこれねえかもしれないって。あー、金来ねえ。13連続銀、記録更新、ハジェリ記録更新、コストも13だわ。さあ、どこまで記録を更新する。さあ、ちょっと待って、あと2回のうちに1個は金取りたい。さあ、14回目。いや、頼むぜ。あ、金、よし、ここで途切れた。よしよしよし。いや、1個は来るの。何何その発音。何、早いよ、来ましたよ。何が、何いいな、でも快速、何いいな。8ドリブル、80、結構やっぱ高いね。何でさ、そしてスピードは、あれそんなに79と81。サルビアの方がいいけど。5、はい、まあ、こんな感じです。なるほど、何ね。うん、まあ金は来るよ。だ15回1回回せば、15回回せば、うん、これ15回目だもんね。そうだね。そう、ここら辺でももう匂い立つんだよ。はっ、なんでこんな硬いんだろうな。うわー、激渋やん。ビアトリでもまあねえ、250円が100円になってるから、その分硬くしてんじゃない、うん、渋いなー。まあ何だって金だったら、まあいい方の金だけどね。まあそうね、ただ高注入欲しかったね。うん、あっ、あっ、ゼロゼロ、ブン、うわ、ずれろよ。ジラルディーノ、いや、今のはちょっと期待しちゃったね。熱かった今のは。これ16回目17かな。17か、若干分かんなくなってきてるけど、おそらく17。そろそろ匂い立ってもいいんじゃないか。あー、レミ、あ、レミじゃん、コンカ持ってたし、こいつレミちゃん、レミコンカ持ってるよ多分。185。お、スピード瞬発力速くね。結構速いんだよ。スピードオッケーみたいな。ほら、え、ほら、コントローラー持ってるでしょ、コピーソーダでコントローラー持ってて、しかもラインブレーカーだ。お、80ぐらいになるよ確か。結構いいんじゃね、レベル30で。銀だったっけ、銀のいい感じの。これ18回目？うん。エージェントは10連ないんだね。ない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 。鬼だもん。エージェントは鬼。来い！あーい！これ！アンヘルね。19回目！20回回して金1個。怖い。これでね、ガチャの闇を見ることになるかもしれん。まあ、黒が来れば、まあ、本当のあれだ。何でもいい、何でもいい。あー、過ぎた。おー、あー、惜しい。過ぎるんだよな。あ、リカドカラスもね、全部銀、早いよ。全部リカドカラスもいいかも。全部銀取ってからって感じかな。うん、やってこいよって感じだね。さあ、ラスト20ね。これで20。ちょっと気合入れてこう。これで来い。長っ、長えわ、銀が。サボリオ未所属。はい、どこの選手出てきてるの。ちょっと5回やるわ。いやー、あと5回ずつ、厳しい、きちーって。100円の闇だな。あ、きちーって、頼む。目つぶってるから。厳しいなー。どうどうどう。あー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 、目つぶってます。
あーもうダメじゃん、もう目つぶんやめよう、もったいない。なんだ、もったいない、もったいない。ドゥフルルドゥフルフル、なんか笑われてる気がします。くそー早い。マジかよ、サビツァマジかよ、頼むよ。黒1個来たらここだ。いやー2個来てる時に、あーいや本当に来ないね。買ってーわ、来ねって言ってるもんやっぱ黒玉来ね。髪型すごない？緑の芝生生えてるよ。確かにそっちだとあれだけど黄色っぽく見えるけど、うん、ちょ14回目じゃない、24回目なんだけど、頼むよお前。あーいやーすごい却下引いたのかちでもまあ 2.8 だから却下引いて2個くるかってことなんだ。ちょびっくりして自分がいいんだけどね。それはあるよ。でも全部回してなかった。 GP も怖い、怖いこと言うねお兄さん。トップエージェント集めるの大変だなこれ。そう考えるとラッシュフォー、はい25回回しました。ちょっと待ってよ、ちょっと厳しいよ、厳しいって。さすがに頼みましたお兄さん、来い抜け出せないじゃん、うん、この銀という玉からサッシャすっげえ連れてきちゃった銀を。い何でいんのフォワード銀、フォワードの銀全部連れてきてんじゃないの今全部フォワードの銀集合させてんじゃないの。いやー、うーん止まんないね。出たマンブルー帰ってきちゃった、また帰りました。待ってくれ、ただいま帰りました。闇やん。まあでもこういうこともあるか。反応しないでこうタッチが。そうなんか反応しないさっきから。全然反応しない。ああ。三個出前。誰だお前。グズムンドソ。一回 GP で回してみっか。あと3回。あと2回。うわ。これ闇だろどう考えても。闇に手突っ込んじゃった。来い。ずれろずれろずれろお前、おーいずれろよハンソンでっかでっかい。いやー待ってこれさ、惜しいとか関係ないからね別に、銀は銀だから。はい終わりましたアルベルトちゃん。マジで25回いけるけど、いやでも出ないような気がする。勝ってよこれ、ほんと勝てえ。硬すぎてちびるもん。13.5 でしょ。3個は金来てよかったんだよ大体。1人だけで1人でしょ。これ勝ってえって、100円分になってるって、100円分の硬さに修正されてるって確実に。だ、罠だなんだよ罠だよこれ、もう罠絶対罠。じゃスペシャルエージェント引いて一回だけ。罠もいい、一回だけ引け。スペシャルエージェント、スペシャルにかける。ちょうど 2.5 あるけど、いややめよそれこそ本当にヤバいわ、それやってたら、それやってたら終わる。こっちはいい、いやこっち、あ、裏切られた感はすごいわね。ここちょっと待って、こっちレベル50なんだけども。えこいついる、うん、いる。今45レベルなの。今45までです、マックスあって50になった今これで。すごい60疲れちゃう、厳しいね。もう一個いっとくか出してくれ。あー、気がない、ここでちょうど終わりか。あー、まあしょうがないね。まあちょうど3000円いた額に戻ってきたから、まあこれでね皆さん、まあ、大体こんぐらいですよと。まあいい、まあでももしかしたら運が良くて当たった人も全然いると思うんで、そうだね、まあ、運が悪いとこんな感じになっちゃうっていうことで、まあこんな感じで考えておいてください。そうだね、まあ今まで来すぎてたしねちょっとね。そうだな。あとはねやっぱりその、まあ、ガチャばっかじゃなくてそのオークションもね結構まあチェックとかしてたりしてるんですけど、はい、まあなんかいいオークションの、落とせて
なんかその狙い撃ちできるようなこともあれば、そっちの方の動画もね、はい、撮っていけたらいいかなっていうふうに思ってます。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バー